はい、どうも、一平が表です。今回紹介するのはこちら、友達のパパが好き70点。あなたの家のパパが好きだとカミングアウトされた岸由紀の。最近ハマりつつある山内健司監督脚本作品です。そもそも家庭不仲だった家族のもとに、おじさん好きの女子高生の登場で、じわじわと家族やその周辺がぶっ壊れていく様がね、とても面白かったですね。まさにこう、寄りで見ると悲劇、引きで見ると喜劇っていうやつでしたね。で、この映画はある一部のシーンを除いて、会話のシーンがすべて長回しで捉えていて、それによる途切れない緊張感とヒリヒリとした空気、建前の中から本音が顔を覗かす瞬間みたいなものが、こう多少ね、デフォルメはされてるんですけど、非常にこう自然な演技によって嫌なね、嫌な空気が醸し出されていて非常に良かったと思いますし、もうこの長回しの会話の空気感味わえるだけでも本当に見る価値ありだと思いますね。で、ストーリーもやりすぎることなくて格好書きなんですけど、普通の人たち、普通の家族を描きながら、そこにスパイス的にやばいやつ、ジョーカーをね、登場させることでカオスにしてって、がぜん終盤の方ね、面白くさせるっていうのはね、話の展開として超好きでしたし、ついで出てくる人、まあ本当に最低な人たちが出てくるんですけど、その人たちの行動原理もね、わからなくはないというか、むしろ共感できる部分もね、実はあったりするので、そこのこう人間の黒い感情をね、味合わせてくれるっていうのもね、好きでしたね。独々しい長回しの会話と最低な人たちへの謎な共感が味わえる、胸クソコメディ映画でした。